クフォーズは、ビフェニルから誘導されるホスフィンハイイシの一種である。有機溶媒に可用な白い個体である。クフォーズのパラジウム作体は、シューカーリール及びエンカーリール、トリフラートのネギシカップリングを促進する。クフォーズは二級、アルキルアエン塩化物との反応を促進して高い、周率で目的物を与え、よく見られる一時間複製生物はほとんど生成しない。 単純化されたハロゲンカアリールと周回素プロピルアエンとの反応機構を以下に示す。複製生物を生じる段階は赤で示した。ハロゲンカアリールがパラジウムとハイイシの作体に酸化的負荷しトランスメタル化して中間体 B を与える。これが還元的脱にして目的のイソプロピルアレン C を与える。しかし中間体 B は β 水素脱にして D になることがある。 これが還元的脱離して脱ハロゲン化生成物 G になったり挿入反応によって E へと変化することがある。1と E が生成すると還元的脱離によって N プロピル化した複製生物である F ができる。クフォーズはこの変換反応において複製生物である F と G の生成を抑える効果がある。これは排石を使うことにより B の還元的脱離が ベータ水素脱によりも、早く進むからである。ありがとうございます。